どうもルックンです。2022年10月19日下御陵神社にやってきました。場所は寺町通りですね。寺町通りの丸太町下がるです。京都御苑のちょうど南東になります。下御陵神社です。不捨って書いてあります。下御陵神社、ちょっと駒札がありますので読んでみたいと思います。下御陵神社、平安初期上元5年863年に新千円で行われた御陵会、御陵会というのは今でいう祇園祭なんですけども、御陵会で祀られた須藤天皇、佐原親王、伊予親王、藤原の吉氏、藤原の広次、立花の早成、文屋の宮玉郎の六座に吉備の少陵と辛いの天神を加えた八座、すなわち八所五陵を出雲寺上行区の地に奉仕したのが始まりであると。いずれも無実の罪などによって非業の死を遂げた人物で、疫病流行や天変地異はこの怨霊によるものと考えられて、それを鎮めるために御陵が祀られたと。当初御陵神社、上御陵神社の南にあった、上御陵神社のすぐ南にあったんですね。ことから、下御陵神社と言われるようになったと言われて、以後社地を転々とし、おそらくですね、小国寺が建った時に移転させられてるっちゅうのもありますね。上御陵神社のすぐ南には小国寺ありまして、小国寺の境内そのものが上御陵神社の神域と接していったということからしたら、多分その当時は下御陵神社がそちらの小国寺の一番北の端にもともとあって移転させられたということですね。以後社地を転々とし、天正18年1590年に豊臣秀吉の命により当時に移転した。豊臣秀吉さんはですね、京都の町、いろいろ改革されまして、ほぼほぼ現在の形に、なったと言われてるんですけども、功績といえば功績ですね。いろいろ移転があって、それ以降ずっとほとんどのお寺等は移転もせずに、ほぼほぼ豊臣秀吉さんの当時のままの姿で、残ってるといえば残ってるということですね。古来より京都御所の鵜鶲眺めとして崇敬されて、京都御所すぐ近くにありますのでね、すぐ1キロほど北にあります。京都御所の鵜鶲眺めとして崇敬され、享保年間1716年から1736年に霊源天皇が当社に行幸し、神室の祈願文を収めていると。寝室には額縁ですけども、ちょっと、映像撮れるかどうかわからないんですけども、本殿は寛政3年1791年に仮御所の内室所を移築したということですね。表門は旧建連門を移したものという、なんとこれは表門、旧建連門なんですね、御所の。ちょっと小ぶりなんですけども、建連門、元建連門だったということですね。境内の水火社には江戸時代の神童家山崎寛斎を祀っていますということで、ちょっと境内の中入ってみたいと思います。御所の建礼門を築されたということで初めて知りましたね。こちらに、ちょっと説明書きがありますね。正門、天明の大火、
788年後に造営されました。仮御所の建礼門を家長され移築しましたものと伝えられています。大木針の中央に龍が飾られ、表門の化粧針には現物と朱雀に乗った仙人が、また裏側の針には麒麟と鳳凰が飾られておりますと。ちょっと写真がなかなか分かりづらいんですが、実際、まあ、これが龍ですね。こちらが龍になっています。こちら側にはこれちょっと分からないですよね。なかなか立派な飾りになってます。で、手水鉢がありまして、拝殿ですね。拝殿の奥に、まあ御陵が祀られているということですので、まあ、ちょっとこれ以上は入らないようにします。まあ、境内そんなに広くはなくこじんまりはしているんですけども、まあ、それなりにこう綺麗に保たれてますね。こちらに灯籠がありますね。下御陵、天満宮ですね。あ、なんか修理されてますね。こちらにも駒札が立ってますけども、ほぼ同じような感じなんですけども、まあ本殿の、まあ、説明名が楽器ですね。元社殿は天明8年1788年の大火で旧社殿が焼失した後再建されたものであると。本殿は天明8年に仮御所の聖護院宮において造営された内司所仮殿を寛政3年1791年に移築したものであると。仮御所当初の規模は形式をよく残していると。本殿の前には切り妻造りの幣殿、寛政5年が取り付いて、その前にはさらに唐破風造りの廃所がつくと。まあ、廃所というのはこちらの拝殿になるわけですけども、唐破風ですね。確かにまた幣殿からは南北に入間の、まあ、廊下がある、入間の廊下が伸びているということですね。本殿、幣殿、廃所、そして南北の廊下が屋根をそれぞれ交錯させて一連の内部空間を作る特異な社殿構成は、市内のご両社に特有のものであり、中でも当社の社殿は造営の年代が古く貴重であると。また廃所の前方に独立して立つ拝殿は寛政10年に造営されたものであるということですね。それと今工事中なんですが、神仏倉庫の、まあ、説明書きがあります。まあ、神輿や祭りの時の道具をいろいろ保管する、そういう蔵ですね。今現在、修理中になってます。
ちらお稲荷さんですね。こちら出口になってます。以上、下御霊神社でした。どうも、ルックンです。2022年10月19日、下御霊神社のですね、地下水のところにやってきました。こういった感じで、地下水が流れてます。ちょっと説明書きがありますので読んでみたいと思います。下御霊神社地下水の伝承、江戸時代の明和7年1770年の秋は京の市中が干ばつに見舞われましたと。当時の信州第38代出雲寺貞直さんが夢のお告げで境内の一箇所を掘らせたところ、なんと清らかな水が湧き出て、枯れることなく万人に汲ませることができて、観音水と名付けられたと伝わっています。観音水という名前なんですね。今はこの井戸の痕跡はありませんが、現在の地下水も同じ水脈ですと。地下水がずっとこう汲まれているということですね。改めて御霊水と名付け、観音水と名付けられたんですが、改めて御霊水、下御霊神社の境内にあることから御霊水というふうに名付けられたと。皆様と共に大事にしていきたいと存じます。そのために最も大切なことは、水の恵みを当たり前に思わず毎日神様に感謝することですというふうになってます。水質検査とかいろいろこうされてるみたいで、全然問題はなさそうな、そういう湧き水になってます。蛇口からこう出されてるわけですけども、結構豊富に、少しずつですが豊富に出されてるような感じですね。そのまたその隣にですね、山崎安西先生の祠、猿田彦神社がありました。いろいろ、境内、見どころ満載のそういうところがあるみたいです。こちらが先ほどの正門になります。以上、下御霊神社でした。どうも、ルックンです。2022年10月19日、新京極のたこ薬師にあります、たこ薬師には、たこ薬師堂ですね、やってきました。この通りが、たこ薬師通りっていうんですけども、ずっと東西に通ってる通りですけども、その由来になったお堂です。こちら新京極通り、まだ朝早いので人通りは少ないです。ちょっと分かりにくい場所にありますが、こういった感じで、提灯とたくさんののれんを出してられます。たこ薬師如来ですね。駒札がありますので、ちょっと読んでみたいと思います。ただ中はちょっと撮影できませんので、小さなお堂はありますけども、たこ薬師堂ですね。正しくは浄瑠璃山永福寺、永福寺というお寺ですね。本堂にたこ薬師と呼ばれる薬師如来の石像を安置していますと。昔この寺が二条室町にあった頃、二条室町というのはもうだいぶここから西北2キロぐらいですかね。また元二条室町にあった頃、付近に池があったことから水上薬師または宅薬師、宅
たこ焼き師と呼ばれました。でこれがなまってたこ焼き師となったと言われている。あ、なるほど、たくさんのたくですね。また一説にはこの寺にいた善光という親孝行の僧侶が戒律に背いて病気の母のためにタコを飼って帰るところを町の人に見とがめられ、箱を開けるように求められた時、タコ薬師如来にこの難をお助けくださいと念じたところ、タコの足が八巻の妙法蓮華経に変わり難局を逃れたという、まあ、こちらの説の方が時々聞いたりします。その後母の病気も薬を飲まずになんと全治して、これは親孝行の僧侶を守った本尊の霊剣であるとして本尊の薬師如来をタコ薬師というようになったと伝えられています。病気平癒の祈願のために参拝する人々でにぎわった参道はたこ焼き通りと呼ばれるようになったと。こちらですね、こちらがたこ焼き通りです。弁天様、その昔病に苦しむ人々が龍神水にて体や家の周りを清めるとたちまちのうちに病気が治り失せたという言い伝えがございました。いつしか弁天様の御神水と呼ばれて親しまれるようになり、人々が家に持ち帰るようになりましたと。弁天様の御神水ですね、こちらにあります。まあ脇立ってはいいんですけどね、まあ、内部は撮影できませんので、まあ、ここまでですが、なかなか その雰囲気になったという、まあ、たこ焼き師通りの名前の由来になったということで非常にこう印象深いお寺になっています。新京区通りですね。たくさんの奉納された提灯があります。お薬師参りというのがあるんですね。京都十二薬師霊場。岩風寺諸廟平湯主願成就。京都十二薬師第十二番満願寺。病気併用で、まあ、こういう登りは立ってます。これ個人の名前ちょっと書いてあります、あまり映せませんが。以上たこ薬師堂でした。正式には永福寺浄瑠璃山永福寺という、まあ、お寺で、たこ薬師堂でした。以上です。どうもルクンです。2022年10月19日、真鍋明勝さん、真鍋明勝さんの宮居跡にやってきました。場所は寺町通りの、こちら新しく京都市の北館ですかね、新しくできてます。寺町通り2条下がるですね、二条通りですよ、二条下がるにあります。ちょっと調べてみましたので読んでみます。真鍋明勝宮居跡と、真鍋明勝さんは1802年から84年、あ、結構82歳まで生きられたんですね。越前の鯖江藩主で、寺社奉行大阪城代、京都諸子大を歴任して、老中となりました。水野忠邦さん、1794年から1851年と、会わず引退しますが、井伊直輔、1815年から60年により、再度老中に登用されました。将軍後継問題、安政五カ国条約金欠などにあたる一方尊王攘夷派を弾圧しましたと。
安政の安政5年、1858年9月、幕府が調印した日米修好通商条約に、激怒した孝明天皇、1831年から66年を説得するため上京して、寺町通り二条下がる、今現在この地ですね、寺町の二条下がる、この場所に、まあ、元妙満寺町寺があったんですけども、現在は妙満寺は岩倉に移転しています。当時、まあ、妙満寺というお寺があって、そちらに滞在したと言われています。この石標は真鍋明勝さんが滞在した妙満寺の跡を示すものであります。駒札はですね、以前あったような記憶があるんですけども、なくなってますね。多分、京都市のこの新しい北館、京都市役所の北館ができた時に撤去されたのかちょっとわからないんですが、どっかにあるかもわからないんですが、駒札はないです。まあ、ちょっと探してみますけども、以上、真鍋明勝さん宮郷の地でした。どうもルクンです。2022年10月19日、藤原定家京極亭跡というところに来ました。場所はですね、寺町通り、寺町通りの二条上がるですね、そちら一方堂さんがありますね。こちらの一方堂さん、日が立ってるのは孝明園さんという、お店の前です。で、まあ、日が立ってるだけですので、まあ、ちょっと調べてみたいと思います。藤原定家さんですね、定家、は藤原北家の流れを汲む恩師、佐家の一族で、御堂関白と呼ばれました。御堂関白と呼ばれた藤原道長の五代後の子孫になってます。歌人として才能を発揮して小倉百人一首の戦車として知られていると。この場所には定家の京極亭があり、そのことから京極中納言と呼ばれましたと。まあ、藤原定家さんの子孫が今でも同志社大学のところですね、烏丸今出川のところに冷泉家ありますけども、冷泉家の方に、藤原定家さんの子孫になっています。800年ほど続いているという公家さんですね。他を調べてみますと、ですね、はい、藤原定家ですね、1162年から1241年、なんと79年間生きられた方ですね。京極亭は左京、平安京左京二条四坊十三町という、まあ、場所なんですね、にあたって伝える、まあ、この辺り、現在の寺町二条上がる辺りですね。その定地より、定家は京極中納言と呼ばれてました。九条家に出入りして、両家や慈円さんの地遇を受けて、ゴトバインに、見出されて、その家風を大成させたということですね。1180年、1180年に、55年間に及ぶ日記、明月記を残しています。まあ、55年間ずっとこう書かれてたってことですね、明月記っていうの。その墓石も定家風と呼ばれて、皇室として尊重されたと。この石標は定家の京極亭跡を示しますと、まあ、そういったことですね。以上、藤原定
か、教育手当でした。